皆さん、こんにちは。囲碁が大好きなクラス天狗のクーロンです。今回の囲碁旅は、日本最古の棋譜の対局場、鎌倉の暗黒論寺を紹介します。鎌倉市大町にある暗黒論寺は、日蓮宗を起こした日蓮聖人が布教活動の拠点とした松葉谷奴の草庵跡に建立された寺院です。比叡山や高野山などで学んだ日蓮聖人は、法華経が真の仏教の教えであるとして日蓮宗を創始、建長5年に鎌倉の松葉谷奴に草庵を結び、そこから市中へ出て布教活動を行います。文武元年、日蓮聖人は日本の安泰と人々の幸せを願い、立正暗黒論を執筆し、時の権力者、前執権、北条時頼に献白します。しかし、その内容は、当時起こっていた地震や疫病、飢餓などは、法然をはじめとする念仏教や禅宗など、邪宗に起因するものとしたため、激怒した信者により、松葉谷奴の法難と呼ばれる襲撃事件が発生。日蓮聖人は、裏山の南面窟に避難して難を逃れます。一時鎌倉を離れた日蓮聖人が、再び鎌倉へ戻ると、日蓮宗を危険な集団とみなした幕府は、日蓮聖人を捕らえ、伊豆への流罪とします。江戸時代後期に、西暦1253年に松葉谷奴の草庵にて、日蓮聖人が対局したものとされる棋譜が発見されています。これが日本における現存する最古の棋譜で、対局相手は吉祥なる出家前の日蓮聖人の皇帝、日朗だったそうです。日朗は日蓮聖人が臨終に際して指名した6人の皇帝、日蓮六郎僧の一人。対局の時期は10歳に満たない年齢でした。日蓮聖人が伊豆へ流罪となった際に、日朗は土朗に吉米となりますが、赦免後に伊豆の日蓮を8回訪ねるなど支援しています。暗黒論寺は日蓮聖人を回帰として日朗が創建した寺で、日朗は亡くなった際、自らの出家の地でもある暗黒論寺で荼毘に付されています。松葉谷奴で討たれたとされる棋譜については、本物であることを裏付ける資料はなく、偽物であろうという考えが現在の主流となっています。ただ、日蓮聖人自筆の書物の中には、碁に関する記述も見られることから、日蓮聖人が囲碁を打っていた可能性は高いようです。余談ですが、江戸時代に囲碁界のトップに立った本因坊さんさが、住職を務めた寂光寺は、日蓮聖人を宗祖とする文派建本法華宗の寺院です。暗黒論寺の境内には、囲碁の愛好家としても知られた正岡子規が参拝した際に読んだ歌詞が建立されています。鎌倉の松葉谷奴の道のほとりに、法と来たる日蓮大菩薩子規。